ドラムスジョニー黒田、サードセットありましたので、ね、1曲目はリクエストのありました村祭りをお送りしましたけれども、もう一回紹介しますか。ドラムスリーダージョニー黒田ね、この曲結構人気あるんですよね僕ら一番体力を使う曲なんですけどね、ありがとうございました。ドラムスをお送りしました。じゃあ、今日はね、ディキシープリンスライブにお越しいただきありがとうございます。最後のセットでございます。にぎやかに楽しく参りたいと思うんですけども、なんかもう早速に上からありがたいです。北海道にもどうだろうハブばっかりじゃなくてですね、もうぜひ僕らに来ていただきたい。やばい、浸透しちゃいかんですね。ざわ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 していただいたやりやすいやりやすいざわざわいきます。全然大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫。じゃあ2曲目はですね、ダウンバイザリマーサイトという曲を楽しく聴いていただきます。Yeah.
ピアニストの板谷君のね、ラグタイムの一曲ね、聴かせていただきたいと思いますけども、インポーターソングの皆さんです。一曲お楽しみください。板谷ひろつぐでございます。メンバーもございます。どこかで見つけたらですね、この1週間、北海道のメンバーを応援
していただければと思いますけども、札幌に来た際はディキシープリンス、月に1、2回どこかでライブやっておりますのでですね、ぜひ見つけて遊びに来ていただければと思います。冬も札幌いいですよ。寒い雪が多いだけど、あの建物の中あったかいですから、パンツ一応大丈夫ですしね。もう食べ物は美味しいと思います、ね、ぜひ遊びに来ていただいて、ディキシープリンスを探していただければと思いますが、じゃあ本日の最後はですね、聖者の行進を演奏させてもらっていただきたいと思います。
ぜひお会いしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。